末がなかなかやるわね。でも私安くないわよ。最高ガナマン。あーもう嫌になっちゃう。どうしたの。あれも欲しい、これも欲しいって欲しいものばっかり。その気持ちわかる。僕も欲しいものばっかり。ねえ、二人ともそんなに欲しいものあるの？テルワンさんはないの？ちょっと聞く人間間違ってるんじゃないの？どういうこと？だって社長よ、アルト社長。ガーン、忘れてた。テルワンさん社長だった。欲しいものは何でも買えちゃうよね。そうそう、ある程度の必要なものは経費で揃うしね。そう。自分自身も社員も希望が叶えられる生活ができるかは社長次第。いつの間に人んち入ってんのよ。そうだろ。言うわ。人の話聞いてね。はい、天津社長のおかげで欲しいものは何もありません。欲しいものがないというよりは何かを欲しくなる自由を奪われてるように見えるけど。いいなぁ、私もザイヤの人間になろうかしら。ダメだよ、それにネネちゃんがザイヤに入れるわけないじゃん。一応すごい企業だよ。そんなことはない、ちょうど我が社に空きがある。ザイヤへようこそ。ふふー、私の魅力がわかるなんて天津がいなかなかやるわね。でも私安くないわよ。ではあなたにふさわしいドレスをプレゼントしましょう。え、ドレス？言うわ。頼んだよ。はい、こちらへどうぞ。え？ガナマン！ねねちゃん大丈夫かな？ねねちゃんに何をした？彼女を喜ばせているだけさ。やだもう！最高！みんな見える？ほら、どこから見ても一万円札なの。すっごく素敵でしょ？ねねねちゃん、こんなドレスしたことない。もう最高！ドレスである必要がなくなったら、そのお金は好きに使ってください。今日は人生最高の日よ。天津がいい。いや、社長、ありがとうございます。いいなぁ。ねねちゃんはいっぱい体中にお金あるから、好きなもの買えるし、アルト社長は社長だから何でも手に入る。そんなことないよ。俺にだって欲しいものはある。でも、簡単に手に入れることはできないんだ。え、そうなの？意外。ねえ、アルト社長、アルト社長の欲しいものって何？それは人間とヒューマギアが仲良く一緒に暮らせる世界かな。え、俺なんか変なこと言った？いいえ、感動しちゃってお金で喜んでた自分が恥ずかしくなっちゃった。お金も大切だけど、もっと大切なものはみんなの心の中にあるんだね。もちろんヒューマギアの中にも。うんうん、そうだな。言うわ。さあ行くぞ。は、はい。あの二人も複雑そうだよね。まあとにかくみんな仲良く暮らせる世界になるといいですね。うん。ガーン。忘れて。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録はこの四角いボタンを押してね。コドモスは他にも楽しい動画がたくさんあるのよ。みんな見てね。